はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は僕が個人的にね、一番まあお気に入り、まあ強いと思うスペシャリストのウォーマシンちゃんでやっていきましょう。まあ、なんかぶっちゃけこいつが一番キルフィード簡単に取れる気がする。まあウォーマシン自体が強いしってのもあるんだけど、そのあれですね、クラスターグレネードがめちゃくちゃ使い勝手が良すぎるんですぐ溜まるし、ほらもう溜まった。でこれポイって投げて3枚ぐらいいくんじゃないか本当に3枚いっちゃったんだけど、マジか。でヘルストーン溜まったんで早速もう使っていっちゃおうか。あれ ?1 枚しか飛ばせなかったか。さあロングにいるやつ倒していって、エルストまで出ましたね。さあエルストで敵の位置見てみるけど全然映ってないな。裏取りとか来てるかな。ダブルキルできたね。さあ次のエリアどっちだっけ。確かビーチ側だった気がするんだよな。こっちの方湧いてないかな。大丈夫かな。ちょっと外周詰めてみるか。多分敵がこっちに寄ってくるはずなんだけど、え、水中か。ヘリ呼べなかった。うわーもったいない。マジか、水中から来てたんか。あ、なんか2人いるね。なんかスライディングしたら押し返されたような感じだったんだけど、なんだ今の。あ、この部屋ラグい、ちょっと重い気がするんだけど気のせいかな。 OK、 まだ来てる。多すぎだろ。2枚ぐらいまだいるな。ってことはあそこにほぼ5人全員いたってことか。 OK、 で外周いましたね。いやー、やっぱ愛獣は本作はこいつっすね。マドックスやべ、回復したいんだけど後ろから来てるね。よし、なんかこの部屋がラグい姿勢なのか、なんかマドックスこんなブレたっけなんか普段使ってる時より、あれ、クイックドロー、クイックドロー2ちゃんとついてるよな。なんだろう、若干違和感があるのは何なんだろうな。ちょっと気のせいかもしれないですね。まあ気にせずやっていこう。さあウォーマシーン溜まったから、ポン1キル、あポン、あ2キルあポン、あ3キル、ポンポンポン、はいはいはい、ダブルキル、まだいる。ああ、あれは硬かったけど体力200をなんとか倒して、こっちから湧いてきてるね。さあエネミーヘルストーム、やだーもうなんでヘリコプター呼べそうだったのに。うお、あの人横移動早いな。ヘルスト使ってみようかな。あ、近くで湧いてるような気がするんだよね、やっぱり。ああ、まあまあダブルキルで。なんだろう、敵は映らないパークでもつけてるのかな。この人めちゃくちゃカクついてんね。 OK、 さあでエルストで敵の位置見る。でセンターかな。ってことはこんな感じで流せば当たるんじゃないかな。 OK、 そんな当たんなかったな。いない。センターにいた人が多分水中に流れたかな。クラスター、はい、クラスターで進行を潰しつつ、もう一人もやっていきたい。一旦回復しよう、これ。おお、うわー、突ってきたか。敵ちょっと一人少ないな。入ってくるかな。どうしよう。この動画、撮ってていいのかな。まあ、途中参加入ってくるでしょう、多分。一旦キルして、引いて、ちょっとぐるって回ってみよう。敵はさっき僕が倒した場所を警戒してるから。しかし残念、こっちでしたOK、 いやー、いい綺麗な裏取り決まったね。さあ次はこっちからか。で攻めた。 OK、 いやー強い。よしよっしゃー。
まだいる、そこ。クラスター、ここで。いや、マジで溜まるの早いな。装備チャージつけてるわけじゃないのに。こんな早く溜まっちゃっていいんですか？ヘルストーム。よく狙って。おう！ダブルキルいけたか、今の。さあ、エルストライクで、溜まってるね。これはいけそう。さあ、ウォーマシーンも溜まったな。で、水中から上がってくるかな。やっぱりさ、ここでウォーマシーン。もうこれ連キルできる予感しかしない、これ。ただ、味方が倒しちゃったかな。オッケー、やっと戦闘キリ出たよ。やっと待ちに待った。はい。当たったけど。エリアは入ったか、とりあえず。敵がいないぞ。そこ来るかな。ウォーマシーンの使い道が、ない。どうしたらいいこれ。なんか適当に打っとこうかも。ワンチャン当たるかもしれないから。おう。あ、ヘリ落としてるな、もしかして。やめてくれー！オッケー。さあ、これで、緑色。緑色で何連続キルだったかな？緑は10連続キルだったかな？ 35 でレインボーカラーになるんで、レインボーカラーにしたい気持ちがあるんですけど。さあ、今作、ちょっとハードポイントのリスね、なんか怪しいんで、しっかり恨みしてないと、普通に湧いたりするからな。後ろで。真後ろで。一人先隊行ったね。まあ、外周から攻めるのはな、なんかもう、警戒されてるかもしれないから。はい、クラスター。ダブルキルいけそう。やばいなこれ。アタックチョッパー湧いてるな、こっちで。この辺で待ってみる。外周か、センター行ったかな。何このバコンバコン行ってんの。味方な、味方のあれだね、スナイパーヘリか。このバコンバコン言ってんの。あ、ヘリ呼べてなかった。あ、そっか、味方のスナイパーヘリのせいで出せないのか。なるほど。よし。で、エルスト流しちゃいましょうか。うい、固まってる。あそこにウォーマシーンもぶち込みたいな。よいしょ。ダブルキル、残りはセンターかな。はい、もうクラスター止まった。外周僕見とこうかな。外周は来ない。センターから来てる。何やろ。もう、横移動されたなんか。ちょっと不思議な横移動された。なんか今日あとちょっとなんだよな。レインボーカラーまであとどれくらいだったんだろう。ブルー色にはなってたよね。15連続くらいは行ってたかな。あ、ごめん。エリア間違えちゃった。次のエリア。はい、クラスター。はい。おもしん？やべ、ワンコ来てる。ワンコ倒せたかな、これで。おいおい。やばいよ、このウォーマシーン。なんだろうな、 BO3 の時は、まあ、強かったけど、おーマイガー。 BO3 の時より、なんだろう、威力が高いのかな。あ、やばく、やばいんじゃないこれ。あー、そうでもなかった。もっと全ダウン行くかと思ったけど。さあ、あと1点足らないじゃん。なんかこの1点足らないの、なんか前の動画じゃなかったっけ。さあ、こっちから行きましょう。ごめん、ちょっと今日またさらにコントロールのカチャカチャ音うるさいからね。僕結構力入れて操作するから、うるさいかもですね。申し訳ない。はい、オッケー。お、綺麗だね。90キル、8。うん。良いんじゃないでしょうか。スコア、9000。1万、あ、また1万ダメージいきましたね。はい、というわけで、最後にね、この前あった APAC 2K トーナメントの
で起きた問題についてね軽くちょっと話したいと思うんですけど、ですね、まあ、ツイッターとかで、まあ、ツイッチ見てた人も知ってるかもしれないんですが、僕たちはね1回戦で反則負けをしてしまいました。でどんなことをしてしまったかっていうと、実はその大会の前日にルール変更があったんですね。それがサーチ&デストロイでスコアストリークを使用するとバグが発生するために、サーチ&デストロイだけスコアストリークなしっていうそのルール変更があったんですね。で僕たちはそれを気づかず、でルール確認はその登録した時にはもちろんしたんですけど、その大会の前日にね変わったことには気づかず、その本番で使っちゃったっていう感じでした。もうこれは完全に僕たちがねルールを確認しなかったのがいけないですね。本当に申し訳ありませんでした。本当応援してくれた方々本当に申し訳ありませんでした。まあ、次から本当に試合の直前でもこうルールがね変わる可能性がもちろんあるので、その試合の直前でもね確認するように心がけたいと思います。いや本当にちょっとびっくりでしたねいや本当やっぱ e スポーツルールすごく今作がいろいろ変動するんで、まあ、こんなこともあるんだなっていう勉強にもなりましたね。で本当その問題以外にも試合自体がね結構相手との連絡もなかなかうまくいかなくて、まあやっぱり海外の大会はやっぱこういう問題がたくさんあるなと思って、これはいい経験になりました。でこの大会はゲームバトルズっていうサイトでに登録して行ったんですけど、これはね全て英語なので、で対戦相手もほぼ外国人の方なので、オーストラリアとかなので、これからもしねゲームバトルズでやろうと思ってる方は、概要欄にねそのゲームバトルズで気をつけるべきこと、知っておくべきことをまとめたブログがあるので、そちらをぜひねこれからやろうとかなって思ってる方確認していただけると嬉しいです。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様です。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Hoping when it's gone. Took you to